豪能は多くの土地を所有し、ある程度の牽制をも備えた、富裕農家のことである。世界史用語や一般用語としても用いられるが、競技及び本義では、日本史において、近世中期から明治期まで存在した、上層農民の一形態であり、江戸時代後期は18世紀半ば以降の、特産物生産地帯の形成あるいは、小商品生産の発展に伴って成長した。 村方地主を指す。ここでは、競技及び本義である、日本史上の豪農について解説する。旧豪農の屋敷、一島邸北方文化博物館上に、同じく、北方文化博物館豪農の経譜には、それまでの名だ地主、七地地主から添加したもの、商業活動や商商品生産によって成長したものの二つがあった。前者は、従来の村方地主として、 近世前期から村役人を務めたものが多く、後者は18世紀半ばの村方騒動によって、村方地主の地位を新たに獲得したものが多い。名字立て分けを許されたものも存在した。成立した豪農は、以下のように多様な側面を持つ。普通地主小作関係に基づく、地主地主手作経営者小商品生産の経営者、買い占め商人小生産者への効流化し、 小商人への行為が指導速団の最有力者、最大規模の土地保有と経済的基盤を持つ冬の農民村落楽共同体の代表者村役人層村内では他の村役人層との間で、村外では他村の村役人や地主、豪農との間で経済的社会的結合関係を持つ豪農は18世紀半ばに成立した後、上記のうち地主、商人、 氷菓子の側面を伸長させ、成長していく。高能は、爆販領主と結んで食産工業政策を担ったり、都市の商人と結んで商品集荷システムに参加した。各地において、小商品生産を発展させる役割を果たしたので、ある。御用機器を請け負った高能は、城や大名屋敷での会場の調達、資料の組み取り、大名庭園の清掃などを請け負い、 必要に応じて、人足を雇い従事させた。しかし、天保期に至ると、爆発性的な市場構造の特質に規定され、合能の商人を呼び、商商品生産者としての側面の成長は、頭打ちとなる。全国各地の商商品生産の発展や、特産物生産の流盛は、肥料と労賃の高騰を招いた。その結果として、生産者は、商品価格に、 経費上昇分を上乗せしなければならない。しかし、全国の主要な都市は、幕府が支配所としており、商品の販売も株仲間などを通じて、幕府の強い統制下にあった。また、商品価格の上昇は、産地としての優位性を失うことにもつながった。そのために、合納は経営の転換を迫られるのである。合納は、売貸し及び、地主としての側面に比重を移し、 仮想農民を切り捨てる形で経営の再編を目指すようになる。その結果として、豪農の対局には労働力販売によって生活を維持ないし補充しなければならない反プロレタリア層が形成される。商事連合橋では以下のように階層を区分している。かなり大きな農業経営をしばしば農外の営業、三輪所有などとも結びつけ、家族労働力だけでなく、 一定の雇用労働力を工場的に雇い入れ、搾取の可能性を持つ最上層のいわゆるブルジョア的農民としての不能。通常的にはその農業収入だけで生活をようやく維持し、雇い雇われる関係が多少あっても、ほぼ総裁する程度のいわゆる小ブルジョアとして、典型的な、しかも上皇と霊落の分岐点に立つ、極めて不安定な存在である中農。 農業経営を行うが、極めて冷裁なため、生形補充の賃労働収入内しそれに、類似の勤労収入を不可欠とする、いわゆる反プロレタリアの農民である貧農。高知を全く持たないか、あってもごくわずかで、その生活を、主として農業内外の賃労働によって維持する、いわゆるプロレタリアとしての性格を持った、農村労働者。農をめぐる議論は、 法能論と呼ばれる、日本近世史の最も基本的な学説の一つである。ありがとうございます。